こんにちは、はるです。今回はみかんの作り方をご紹介します。冬の果物の定番みかんをビーズで作ってみました。球体に近い立体モチーフは少し難易度が高めですが、注意深く動画を見ていただければ必ず誰でも作れると思います。丸大ビーズで作るので材料も手に入りやすいですし、気軽に作っていただきたいです。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。丸大ビーズオレンジ70個、丸大ビーズグリーン1個、丸小ビーズグリーン5個、テグス2号80センチを1本、20センチを1本、綿適量。これは綺麗な形を作るための詰め物です。これ以外にも同じ色のビーズを入れてもいいと思います。そして今回私は綿の代わりにこんなものを使ってみようかと思います。オレンジ色の毛糸です。これを細かく切って詰め物にしたらどうなるかやってみますね。まずテグス80センチにオレンジの丸大ビーズを3つ通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。次に右のテグスにオレンジを1つ通して、新たなオレンジ1つで交差します。これをあと2回繰り返します。次に右のテグスにオレンジを1つ通して、この段の一番最初に作った輪の右端のビーズに通します。そうすると両方のテグスが内側に向いてますよね。テグスを束ねて丸大ビーズグリーンを通します。これがヘタの部分になります。そしてだいたい向かい側にあるこのビーズまで両方のテグスを通してきます。これで1段目が出来上がりました。2段目です。ちょっと難しいので注意してみてくださいね。右のテグスにオレンジを2つ通して、新たなオレンジ1つで交差します。分かりやすいようにビーズの色を変えて作っていますよ。
次に右のテグスにオレンジを一つ通して、新たなオレンジ一つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズを一つ拾って、右のテグスにオレンジを一つ通して、新たなオレンジ一つで交差します。今度は右のテグスにオレンジを一つ通して、新たなオレンジ一つで交差します。ここまで作ってきたものをよく見てみると、ビーズ4つの輪と3つの輪が交互にできていますよね。左のテグスでビーズを拾ったときはビーズ4つの輪、拾わなかったときはビーズ3つの輪を作ると覚えておくといいですよ。次は左のテグスで隣のビーズを拾うので、ビーズ4つの輪を作ることになりますよね。なので右のテグスにオレンジを1つ通して、新たなオレンジ一つで交差します。これを繰り返していきます。最後は左のテグスでこの段の一番最初に作った輪の右端のビーズを拾います。そして新たなオレンジ一つで交差します。これで2段目が出来上がりました。ビーズ3つの輪が5個、ビーズ4つの輪も5個できていれば OK です。3段目です。右のテグスにオレンジを2つ通して、新たなオレンジ1つで交差します。次に左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、
右のテグスにオレンジを1つ通して、新たなオレンジ1つで交差します。これをあと7回繰り返します。最後は左のテグスで隣のビーズとこの段の一番最初に作った輪の先端のビーズを拾います。そして新たなオレンジ一つでテグスを交差させます。これで3段目ができました。4段目です。ここも少し注意が必要です。まず右のテグスにオレンジを1つ通します。そして新たなオレンジ1つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズを一つ拾って、右のテグスにオレンジを一つ通して、新たなオレンジ一つで交差します。今度は左のテグスで隣のビーズを一つ拾ったら、新たなオレンジ一つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズを一つ拾ったら、右のテグスにオレンジを一つ通して、新たなオレンジ一つで交差します。ここまでできたものをよく見てみると、ビーズ3つの輪とビーズ4つの輪が交互に出来上がっていますよね。このように繰り返していけばいいというわけです。次はビーズ3つの輪を作りますので、まず左のテグスで隣のビーズを拾ったら、新たなオレンジ1つで交差します。次はビーズ4つの輪を作りますので、左のテグスで隣のビーズを拾ったら、右のテグスにオレンジを1つ通して、新たなオレンジ1つで交差します。
最後は左のテグスで隣のビーズと、この段の一番最初に作った輪の先端のビーズを拾います。そして新たなオレンジ一つで交差します。これで4段目ができました。内側に5個のビーズがあれば OK です。ここで詰め物をします。まず綿の場合は少しずつちぎってモチーフの中に詰めていきます。ちょっと大きかったですね。この半分くらいでよかったかな。先の細いものでぎゅうぎゅう押し込んで詰めていってください。次は初の試み、毛糸を詰めていきます。まず2センチくらいの長さに切ったものを5本から6本用意します。これをモチーフの中に詰めていきます。入れにくいと思ったら毛糸のよりを少しほぐしてから入れるといいと思います。これも奥までぎゅうぎゅう詰めてください。この状態で5段目を作ります。まず右のテグスにオレンジを1つ通します。そして新たなオレンジ1つで交差します。次に左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、詰め物とビーズの色が似ているのでちょっと見にくいんですけど、わかりますかね。そして新たなオレンジ一つで交差します。これをあと2回繰り返します。詰め物が出てきてしまったら、このようにその都度押し込んでください。最後は左のテグスで隣のビーズを一つ拾ったら、この段の一番最初に作った輪の先端のビーズを拾います。そうするとテグスが結べるようになりますので2回結びます。
そして周辺のビーズにいくつか通してからテグスをカットします。これで9割型完成ですね。最後に葉っぱを作ります。テグス20センチに丸小ビーズグリーンを5個通します。テグスの両端を揃えて一番上の丸大ビーズグリーンに通します。あとはすぐ近くにあるオレンジのビーズに通してテグスが結べるようにします。あ、詰め物が出てきてしまったらこんな風にカットしてくださいね。こんな感じでテグスを通せたら2回結びます。あとは余ったテグスを周辺のビーズにいくつか通してからカットします。これでみかんの完成です。どうでしょう、ちょっと難しいところもあったかと思いますが、規則的なので理屈が分かれば比較的スムーズに作れるようになると思います。たくさん作ってこんな風に小さな入れ物に入れておくとすごく可愛いですよ。ちょっとチャレンジしてみたくなりましたか？ぜひ作ってみてくださいね。